生の字。どうも皆さんこんにちは、ガクトモチャンネルのガクトでございます。今回はですね、この方にお越しいただきました。どうぞ。どうも、岸辺露伴です。岸辺露伴さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, しします。だが断る。小野大輔さんです、よろしくお願いします。小野大輔です、よろしくお願いします。いや、とうとう来ていただきました。はい、僕が長いことお話をね、はい、いろんな現場でさせていただいてたんですけども、やっとお招きすることができました。本日よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。嬉しいよ。いや、こちらこそですよ。呼んでもらえて、なんかいろんな現場で最近よくお会いすることも多いですよね。うん、そうだね。レギュラーがね、被ることが多くて、まあそのたんびに聞くけどね、メイドコールだ。そうなんですよね。だから僕毎回その話恒例になってて、うん、だから僕自身車めっちゃ好きなんで、好きっていうかもう詳しいわけじゃないですけど、ね、ずっと欲しいと思ってて、うん、俺は話したと思うけど、はい、一回失効してるのよ。あ、そうです、なんかおっしゃってましたね。で、撮り直してるから君にはね、諦めてほしくないわけ。本当にそうなんだ。あなたの夢は諦めないで。だからガクトが撮れたら俺乗せてくれよ、はい、実際に。もう最高じゃないですか。いいんですか、そんな。僕はもうめちゃくちゃあれだよ、鬼強化って。僕よく言われるんですけど、絶対ガクトの車には乗りたくないって言われるんですよね。もうすでに撮ってないのに、撮ってないのに。なんでだろう。なんか多分、うん、なんですかね、情緒がおかしいんですかね。なんか不思議、情緒っていうか、最初に適性検査みたいなのやるじゃないですか。あるね、あれが。ある、うん、もう結構危険なところ多くて、なんなんですかね、あれまあ関係ないけどね。そう言われたんですよ、どういう結果出ても。教官に、うん、あんまりこれはまあ関係ないことだから、あんま気にしすぎないでねとかって言われたんですけど、うん、なんか精神的に不安定なところがありますみたいなところ、チェックが一番マイナスのポイントのところだったりしてて、あ、そう、あ、これ結構やばいんじゃないかなとかって思ったんですけど、性格的にさ、やっぱりまあ俺の評価だけど、はい、優しいのよ。いや、優しいけど、ある意味だから、なんて言うんだろうな、こう引くじゃん。そうなんですよね、基本ね。そこが、うん、譲ったりさ、それは譲るのはいいと思うよ。でも、こう行っていいのかな、行かないみたいな、あります、あります。そうそう、めちゃくちゃあるんですよ。多分運転してる時もそういうのがね、いや多分出てきたら危ないからってことなのかもしれない。うん、逆に運転してたら、うん、超アグレッシブになるみたいな、そんなことあるかもしれないですね。あ、乗ったこと、ね、あんまり行動、まだ運転したことないんですけど、うん、仮面ちょうど終わったところで、次のあれがワンステップが踏めてないんですよ。あ、でもあれだよ、1年以上の人を乗せて、はい、あ、そうですよね。で、仮面練習中ってつけたらいけるんですよね。行動もいける、練習できる。え、お鬼教官、鬼教官乗せちゃっていいんですか。違う、絶対僕事故りますこれ。責任が持てない。いや、でもね、結構やっぱ似てる部分があって。そうなんですよ。そういう意味では最近免許をこう取りに行ったとか、はい、取りに行ってるとか、あとね、生き方というか声優になったその、まあ、きっかけになると思う。結構似てるよね。ちょっと大々的に言ったことなかったんですけど、実はね、はい、じゃあもうちょっとすごいもったいぶって、もったいぶって言います。実はですね、なんと、うん、本邦初公開なんですが、はい、実はなんと僕早く見えるよ。梶原学徒、小野大輔さんの大学の後輩でした。はい、わあ、そうなんですよ。いつその話したんでしたっけ。本当最初の頃でしたっけ。なんか最初にブラッククローバーで会った時にたまたまその話した気がする。そうですよね、うんうん、でも学科とか違うんですけど、僕映画専攻してたんで。俺放送学科だよね。そうなんですよ。でも作る方やってたんでしょ。作る方やってましたね。俺も一緒で放送学科で、その最初テレビ制作やってて、はいはいはい、その後その人と馴染めなくって。あ、わかります。マジで本当に僕大学行ったって言ってなんなんですけど、はい、すっごく人付き合いがダメだったんですよ、大学の中での。あ、わかるよ。なんて言うんですかね、浅い感じがちょっとダメで、正直言っちゃうと。そうだよな、うん、大学に遊びに来てんのみたいな、うん、あいつらな。いや、なんなんですかね。すっごくね、やっぱこじらせる瞬間っていうのがやっぱ大学生にはあって、はい、俺が一番面白いものを作れるんだとかさ、はい、やっぱ思った瞬間ってありますね。あるでしょ、なんか勘違いして、はい、俺一人で作るんだ、うん、いや、めっちゃそれ思ったかもしれないですね。そうなのよ。
それで失敗するんだよ。いや、わかる。なんか課題で結構その指定されたこう条件で作れみたいな、こう映像作れみたいなやつあったんですけど、僕はなんかあえてそこに従わないぞみたいなことを思って出た曲をつけてなんかミュージックビデオ風なのを作れみたいなやつあったんですけど、絶対歌詞のあるものは使わないでみたいな書いてあったんですけど言われてて、で僕はあえてこうあのヘビメタみたいな曲使って、すごいなんかデスボイス使ってる曲を使っちゃって、うん、こいつなんだみたいな空気になって、課題を無視してる、課題無視してるんですよでも意外かも俺。え、本当ですか。ガクトってもっとなんかこうルールにちゃんと従って生きてそうな感じがしてたから。いやいや全然違うんですよ。結構はみ出してる、ね、めっちゃはみ出してきちゃってて。あ、そう、高校からそれがちょっと見え隠れし始めたんですけど。もう高校の時から片鱗あったのね。ありましたね、まあ、日芸来るやつそうだよ。いや大体そうですよね。大体そうだよ、うん、やっぱこじらせてるちょっと、はい、うん、こじらせた結果ですよねあの学校に入り、はい、いや、いやでもさ、なんで声優になったの。僕はでも、うん、もともとなんか結構引っ込み思案なところあったんですけど、うん、それはすごい知ってる、うん、でも前に出るのも嫌いじゃなくて、嫌いじゃなくてというか、こう人にこう見てもらうというか、この自分の声聞いてもらうとか、そういうの別に嫌いじゃなくて、小学校の時結構あのモノマネめっちゃやってたんですよ。へえ。クラスでも前にっていうか、なんていうんですかね、こうおちゃらけキャラだったというか。誰のモノマネしてたの。その時はでも先生とかですよ。ああ、なるほどね。本当に学校の先生とか、そのコミュニティで分かるやつ。はい、そう、本当うちがネタのモノマネばっかりやってたんですけど、でもそっからだんだんとこう自分がやることによってこう周りがこいつってなんかこういうなんていうんですか、おしゃらけたやつなんだとかって思われるのが恥ずかしくなってきちゃって、うん、おー、そっからだんだん殻に閉じこもるようになってきて、自意識、そうなんですよ、自意識過剰、いや、なんか何にも思われてないのに自分だけこう勝手にこういろいろ考えて、で自分がこう殻に閉じこもって、でだんだん静かになっていって、なるほどね。で今に至るんですけど。おお、結構直結したね。なるほど。結構もうちょっと右曲折あるかと思ったけど、なるほど、直結ね。それでそこから、まあ、ひねくれが強くなって高校でこう、高校も結構こう学校行ったり行かなかったりしてた時期があったりして。あ、そうなんだ。そうなんですよ。穴開きだ。いや、いいね。いや、どうなんですか。どうなってんの。いや、本当に大学行ってさ、でも映画を作ろうと思ったわけでしょ。はいはいはい。映画作ってたわけだ。じゃあ編集とかして、はい、撮影もして、はい、演技する方は、演技する方がそこたまたまそれで初めてこう演技に触れたというか、今までやったことなかったんですけど、あの制作する上でやっぱりその、うん、全部自分たちの中でこう、うん、作り上げなきゃいけないじゃないですか、うん、その制作編集やら撮影やら、うん、役者からっていうので、そうだ、ね、じゃあ、うん、ガクト編集とかもあるけど、うん、とりあえず役者もやってって言われて、うん、で初めてそれで役いただいてやらせてもらって、うん、そこからこうなんかあれ面白いなとかって思っちゃって、うん、みんななんて言ってたその時。映画って結構、うん、自分の顔に、うん、音取れてないところとか当てることはあるじゃないですか。あるね、うん、でそれでアフレコの授業があったんですけど、うん、それで結構当ててたら、うん、あれなんかこの人韓国ドラマの吹き替えやってるのとかって言われてなんか逆にそのなんかそのナチュラルすぎ、ナチュラルにできてなさすぎてなんていうんですかね役をより演じちゃってたんだ。作りすぎでしょこれみたいな言われて、あ、やっぱそうなのかなとかって思って。だからもしかしたら自分の声普通っていうか、その自分が聞き慣れた声だったけど、はいはいはい、マイクを通してみて映像に合わせてみてってなった時に、うん、ちょっとした特殊性に気づいたのかもしれない、ね、なんかそんな感じがあったのかなとかって思って、うん、俺もね、俺は同級生に褒められたの。全然俺声何の特徴もないなって思ってたの、はいはいはい、俺お兄ちゃんに声似てんだけど、あ、そうなん、むしろコンプレックスだったの。電話で喋ると必ず間違えられてたから。あ、そうなんですね。おばさんとかにね、はいはいはい、あーってゆうしんくんみたいな、お兄ちゃんなんだけど、あ、はいはいはい、違いますみたいなだから結構コンプレックスだったんだけど、その時に僕の同級生が、はい、そのラジオドラマ作ってたんだけど、はいはいはい、宅の向こうが副調整室の方から、はい、そのまあ、やっぱり人が足りなくなってやったのね。うん、やった時に向こう側から特幕をして、はい、あ、いい声だね。すごい。一言だけそれがもう嬉しくて、はいはいはい、だから声優になった。実は。でも、うん、褒められたのは僕もあったかもしれないですね。なんか、うん、多分そうなんだよ。うん、自分がほらその言ってたその。例えばさ、やっぱ自信がないところもあったでしょ、きっと。引っ込み思案だったりとか。そうですね。でも多分ね、
お友達だったりさ、その自分が一緒に物作ってる人が多分くれたんじゃないきっと、うん、かもしれないですね。おお、だね、一緒なんです、うんうん、一緒本当に。なんか友達はいはいそう、はい、あ、そう、来ていただいてて、ね、ここで触れますけど、あれでしょ、あのこの YouTube はあのガクトの友達を作るっていう企画なんでしょ。友達を作るっていうのコンセプトに。あ、もう友達です早い、ね、というわけでもう終わっていいですか。いやいやいや、早いです早いです。まだ見せられてないんですよ。他にもあるの。小野さんの公演の時に僕がちょっとさ、うん、お誘いいただいたりとかしてたりして、うん、あー、そうそう、日芸賞っていうのをいただいて。そうなんですよ。で、その特別公演っていうのがあって授業をすると、はい、うん、で、まあ自分がこれまで培ってきたお芝居、うん、方法論とか自分の経験とかをお話ししたんですよ、はいはいはい、1時間半ぐらいの、うん、うん、でもしよかったらガクト着なよっつって言って、はい、うん、で仕事入ってた。そうなんですよ。コネでやんの。いやいや、来なかった。コネでやんの。行けなかったですね。行けなかったですね。めちゃくちゃ残念がってたけど、ね、いや本当に行きたかったです。コネでやんの。、うん、いや、もうやらないよ。いや、やってほしいな。僕バレー部に入ってたんですけど。あ、そうなんだ。日芸で。あら、バレー別にやったことなかったんですけど、運動部も入ってたんだ。運動部やってて、うんうんうん、でバレー部の後輩が、うん、もう4年生になるっていう後輩がいて、でその後輩が、うん、あのさ、小野大輔さんがさ、うん、来るんだよって言ってきて僕に、うんうん、あ、そうなんだって僕直接言われちゃってるけど、それぐらいだよね。あ、そうなんだ。俺よく会ってる。違う、ね、そう。なんかちょっとこう、なんていうんですかね、あのちょっと近くにいるからなんかこう優位に立って言うわけにもいかなくて、ああ実はこう今こう一緒に現場やっててっていう話をして、うん、実はお誘いいただいてるんだけど俺行けないんだよねって話してたんで、でもその子は朝8時ぐらいから並んでこうチケットというか取って行ってたみたいなんで、うんうん、なるほど、そうか、そうなんですよ、整理券もらわなきゃいけない。かわいいね。いや、すごいですよね。すごくいい。やっぱ熱意を感じるよね。いや、本当に、なんか僕もめっちゃ行きたい。5年だもん。いやいや、行きたかったんですよ。マジで。いや、でもね、あれだよ、嬉しかったよ、なんかそのそういう、はいはいはい、ガクトと知り合っていろいろ仕事してた、はい、その時期にそういう賞もらったから。ああ、そうですよね、うん、ブラクロとかいろいろ今でもね、ほん、うん、今日の現場本当にもうっていろいろ考えてたんですけど、さっきまでもずっと今日ね、そう朝ね、実は一緒の現場ね、はい、そうなんですよ、なりまして、はい、はい、でもね、ガンガン上手くなってる。いや、そんなことない、うん、もう言うことはない。めちゃくちゃ、いやいや、そんなことないです。もう喋ることもない。本当に、はい、喋ってください。お願いします。もうすごい、今日もなんかね、なんかうまくこう、なんていうんですかね。何をずっとここに持ってんの。企画入った方がいいですかね。やってみて。え、これやるんすか。やります。もうしゃいっぱい喋りましたけど、やります。一応やりましょうか。じゃあ、わかりました。とりあえず、はい、ご用意した企画がございまして、そうだ、ね、こんだけ喋っちゃいましたけど、そうだね、うん、参りましょう。こちらの企画です。チャンネル登録よろしくな。